クサンティ県はギリシャ共和国の東、マケドニアトラキア地方を構成する行政区の一つ。県とはクサンティ。ギリシャ内トラキア地方の最西部に位置し、その地方の中で人口と面積は最小である。北はロドピ山脈でブルガリアと国境を接し、南はエーゲ海に開けている。県の西には河原県、北西にはドラマ県、東には ロドピ県とそれぞれ接している。県東部には甲羅山脈があり、北東部にはパンピジオ山脈がある。クサンティ県の南部及び中部は主に地中海性気候である。また、県北部及び高地部では冬に寒冷な大陸性気候が主に見られる。クサンティ県の史跡としては、ビザンツ帝国時代に建てられたクサンティ旧市街の城壁と、紀元前2世紀から小麦なに作られた、 マケドニア王国の地下墓地が有名である。19世紀には、タバコの生産、商業が急速に発達した。今でもほぼ残されている、旧市街の居住区の風景を見ると、この時代のタバコ商人が繁盛していたことが伺える。クサンティケンクサンティケンは、以下の自治体から構成される。人口は2001年国勢調査時点。クサンティケンの旧自治体カリクラティス改革以前の、 広域自治体としての区産地権は以下の基礎自治体から構成されていた。改革後、旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。下表の番号は渦と対応している。旧自治体欄で印を付したものは木のティタ。それ以外はディモス。成長所在地欄で太字になっているものは新自治体の成長所在地となったものを示す。ありがとうございます。